よいしょ。はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのワランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、何行きましょう、はい、またまた初登場、なんかまたベストテンみたいになってるけど、初登場、初登場、はい、初登場誰でしょうか。我々が勝手にやってるだけなんですけど、今日ね、香原朋美さんについてやっていこうかなと思うんですよ。ともちゃん、ともちゃん、僕実はちょっと好きなんですよね。ともちゃん、かわいい。あ、お年老の世代、バチバチ、バチバチやろ。そうですよ、僕らの頃もまあまあ聞いてましたからね。ああ、だってもう、うん、初めて見た時にこんな可愛い人がこの世におるんやって思ったぐらいやったんで、あの声ね、いいですもんね。そうそうそう、ね、で、あの、うん、これね、多分なんすけど、これちょっとね、映像がこれいつのんか分かんないんですけども、はいはいはい、オーケストラバージョンのやつがあるんですよ。もちろん I'm Proud です。この曲めっちゃ好きで、この歌が一番曲よね、神曲ですね。これすごいよね、この曲。小室さんすごいところが、なんかあの、なんかのテレビ番組の時にともちゃんがこの I'm Proud について話してた時に、私こんな高いキー出ませんっていうキーで作ってきたらしいんです、 I'm Proud。 でも小室さんは、いや君はこのキーで歌うのが一番綺麗に聞こえるから頑張って出すようにやろうって言って出したら売れて、はい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 、でまずその高音のところがみんなもう、ね、すごい綺麗だから頑張って歌うじゃないですか。だから小室さんはそもそもその歌手さんのちょっと無理だろうっていうキーのところを作って持ってくるって。グローブもそうやね。そうそうそう、ちょっと無理させるんですよね。ちょっと無理させたら、でもその無理が無理な、マジで無理やんっていう無理じゃないんですよ。なんか能力を引き出すように、なんかこう曲を提供してくれるっていうのを聞いた時に、すごいな小室さんとか思って。だからやっぱりこの声を聞いて、やっぱこの高音がこの子は魅力だと思って、もう高いじゃないですか、なんせ。いや、これ高い。ほんでカラオケで歌ったら大体事故るやつ。そう、大体あの、私らもね、なんか中学高校なんてカラオケ行き出すじゃないですか。これ必ず歌動いてるんですけど、大体みんなほぼほぼ事故起こす。事故起こす。でー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 みたいな。私歌えるよっていう子結構おるんですよ。 I'm Proud 歌いますっていう子おるんですけど、いろいろ試したんですけど全員無理でした。ダメです。で、一応音当てれるけど、もうスカスカすぎても、なんかもう伴奏に声が負けてるとかね、うん、あとファルセットになっちゃってるとか。そう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 、うん、意外と裏声だと思いきや地声入ってますもんね、綺麗に。あの裏声じゃないです、ね、これすごいなと思って、はい、ということで、ね、このオーケストラバージョンの I'm Proud ね、はい、当時のともちゃんのやつを聞いてみましょう。はい、はい、これ合うでしょ、オーケストラと。綺麗な曲やな。うん、かわいいなぁ。ねぇ、かわいい。この伸ばすところがもう独特ですよね、うん、まあ、まあ独特ですよ、ともちゃんって感じ。すごいね、これ。結構テンポ早いね、うん。黙ってしまうわ。あー、でも辛いわここ。ここを地声でいけるのすごいわ、うん、ほんまもう。意外とパワーいりますよね。いります、いります、これ。歌うまいな。当たり前やけど。なあ、転調するんすよね。そうね、ここで事故るんすよ、みんな。そう、事故んねん、ここで。ここがもう歌えなくなってるんですよ、どんどん息切れしてきて。ここ筋立つみたいな。なんか笑いしか出ないですね、うん、ここね。やば。
このなんかちょっとミュージカル的な歌い方俺好きやわ。ミュージカルやってたんですかね。やってたんかな、はい、なんかちょっと振りがミュージカルなっぽい感じ。そうですし、あのロートーンのこの、うん、わーってビブラートかけるところがミュージカルでも全然いけそうだなっていうふうに思いますけどね、うんうんうん、ということで、見てみましたけども、久々聞いたらこれエグい歌ですね。よく聞くと最後のこの連調してからもう畳みかけるとこなんて、あんなんもう一息で歌えませんわみたいなね。そら何もできよんねんって思うわな。そらもうヒーなりますよそんな。いやすごいわ。最近というか、まあ、何年か前に復帰されてるんですけども、 ああ、そうですね、その時ってキーが下がってたんですよ歌う時に。そう、それね私も何やったっけ、なんかの歌謡祭かなんかで見た時に、うんうん、めちゃくちゃキー下がっとったんですよね。辛そうに歌ってはるなっていうのは、うん、見て思ったんですよ。そうなんですよ。確かなんか出産した後に木とか違いましたっけね。やっぱりなんかこう声出してなかったら人間って出なくなるもんなんだなと思って、うん、で思ったんですけども、ね、ちょっとこれね別映像で、はい、2021年6月24日のなんかアウトデラックスの出てたともちゃんの映像があって、戻ってるやんっていうキーがおおと思いまして、はいはいはい、でそれもちょっと見てみようかなと思います。はい、おおおおおおすごい、うん、これ転調のとこですよね。あ、出てる。こっからです。ということで現在ほえ戻るんすね。戻ってきてるんですよ。多分そのまあ 100% じゃないとは思うんですけど、あ、まあまあ、それはねあのちょっとね登場でしょ登場、ま、今、うん、正直これ失礼なんですけども、ね、そのキー下がった時ってやっぱりちょっと僕あーってショックやったんですよ。いや私もショックでした、うん、でそれを、ね、今でもだいぶトレーニングしてるんでしょうね。これこの声出すってトレーニングしないと絶対無理なんで。無理ですよ。しかもあの転調したとこの、うん、ガーいうとこあるじゃないですか、うん、いやすげえ。これ作った人頭おかしいんですかっていうぐらいやもんな。いやもうほんまね、なんかあの転調しました最後のこのキーキーとこ転調するのここみたいな。ただでさえ高いのによみたいなね。店長ね、あの半音上がるんですよ最後ね、アイムプラウドっていう曲は。で今現在がまあちょっとふくよかにはなられてますけども、でもふくよかになったおかげか、うん、結構あのどしっと構えた声になってますよね、うんうんうん、あのなんていうんですかね、響きがまた全然変わってるっていうか、うんうんうん、ねえ多分これかなり努力されたんじゃないかなと思って。多分そうだと思いますけどね、うん、で僕一応あの、ね、河原富美さんの YouTube チャンネル登録しておりまして、はいはいはい、ちょこちょこは見てるんですけども、ねうん、なんかあのなんか YouTube でもいろいろね、またこれから歌物とかもちょっと聞いてみたいなとか思いながら、なんかちょっと俺だからこれ見た時ちょっと泣きそうになったもん。はぁ、戻ってるっていろいろあったじゃないですか。まあ言ってあの方ね、いろいろあって苦労されてるんですけども、ね、もうその中です、まあ、そういうふうにキーが下がってある程度声が出なかった時期もあったりとか、うん、そういうのいろいろあったんですけど、今現在こういうふうに元のキーで歌えるようになられて、また
ていうところがちょっと俺感動してしまって、これですごくないです、うん、だって多分そのま復帰して回らない時ってやっぱりこう高いところが出ないんでキー下げて歌ってるっていう状況で、うん、多分いろんなところでいろんな意見見て聞いてっていう感じで、うんうん、でしょうね。お兄さんもなんかすごい辛かった時期もあったと思うんですよ、うんうん、実際昔あんだけ綺麗な声してて高いとこ出てたのにあなんか気下がってるみたいなの言われたら、うんうん、だって歌いてからじゃすごいショックじゃないですか、そのこと言われたら、うんうん、なんかそのあの時と比べたらちょっとみたいな感じで言われるとね、うんうん、それをねやっぱりこうやって逆境跳ねのけて巻き返してるんですよ、私やりますっていう感じでやり抜くのがすごいですよね、うん、本当にね、うわ尊敬するわ、すごい飛びますよ。だからこのすごい多分その表面にあんま出てないですけど、うん、ここまで戻すって一回落ちた木ここまで戻すっていうって並大抵の努力じゃないですよそれは。結構歌に関しては頑張られてるなっていうのはある、そこら辺すごいなんだろうプライドっていうかなんていうか、いやプロだなって思いますよね、そこはもう木戻すっていうのね。これでも僕ちょっとこれ予感してるんですけど、はい、またともちゃんの時代来るんちゃう、時代っていうかいやあの再ブレイク来そうな気がするんですよ。だって今ねその、ま、ちょっとこう見た目がね昔と違う感じになってるじゃないですか、うんうんうん、この時でもやっぱりあの話題になってるんですよネットニュースで、うん、そうそうそう、でそれでキー戻るでしょ、うん、そんなもんほっとくわけないじゃないですか、うん、特に私ら世代ともちゃんやーみたいなね、もういやあると思いますよ。なんかねだからもうここまで戻った時に、ね、感動してもって動画見た時にすごいわうわーと思ってねえ、もうなんかもう一回ブレイクしてよって思うようになった ねそっからここまで持ち直したの本当すごいと思いません、一時なんかこう、うん、なんだろ う, こう精神的に不安定で、うんうんうん、なんかこうテレビから遠ざかって見たりとか、うんうんうん、私ねもうすごい見ててあのうわ大変だなと思ったのが、うん、電波少年に出たことがあるんですよ、はい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 、あの時にすごい苦労してはんねやろうなっていうのがもう顔に出てたんで、子供心ながらに、はあはあ、なんかちょっとめっちゃ応援してたんですよ、頑張って第一線に復帰してねとか思ったら、うん、やっぱこう起伏が激しくてなかなかね、うん、こう表舞台にちゃんと帰ってこれないっていうような状況が続いたんで、うんうん、もう今になってこうやってちょっと落ち着いてきたのか、うんね、定期的にこうやって話題になるようになって ねこの前ご結婚発表されましたから ね、まあ、それもあって精神的にも落ち着くだろうと思いますし、うんね、いやこれからちょっとなんかこう、まあ、お若い時に苦労されてたことが、うん、今からなんかこういろんな形で報われる時代が来るんじゃないのかなって、私すごいこれ見て思いましたよね、その本当にね、まあ、苦労は武器になりますからね、うんうん、それを武器にしてこれからまた違う人生というかまたいい人生歩んでいけるということもあるんで、歌にも絶対活かせそうだと思うんですよ、その苦労ってこの表現のところでやっぱり経験値っていうのが歌声とか出るじゃないですか、だから すごくなんか私別の歌歌ってるのを聞いてみたいなってすごい思いました、うん、本当にね、我々ごときが言うのもなんですけども、ね、もうめちゃ頑張っていただきたい人なんです、僕の今のこの音楽の中でね、うん、もうこのね I'm Proud 俺も出た時衝撃的やったからなこの曲はほんまに衝撃的で、神がかってる曲でだってオリコン1位何週連続よっていう感じだったじゃないですか、うん、この当時って、うん、出た時ってみんながこぞって歌ってましたし、で曲自体がむちゃくちゃ綺麗でしょ、うん、これも小室さんやっぱ天才やな、ね、でこれともちゃんだからこそいけた曲ですよね、そう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 、他の方が歌ったらまた違うわっていう感じ でともちゃんの声ってなんかこうやっぱりあの倍音成分、まあ、これ何回も言ってるんですけど、うん、倍音成分結構入ってる声なんで結構切れ味のある、どっちかというとそのクリーンじゃない、クリーンもあるんですけど、やっぱりちょっと倍音がよく入ってよく通る声してるんで、そうですね、高音成分の方の倍音が多いですよね、突き抜ける声してはるんで、小室さんが好きな声ですよ ね、あの頃の声なんですけども、それがまたこの I'm Proud っていうこの曲にまあ超マッチしてましてですね、綺麗に聞こえるんですよね、うん、これはねこのやっぱりこの曲とその歌い手のこのバランスがむちゃくちゃよくできてるな、その歌手さんの一番声が活かせれる音を全部知り尽くして作ってる曲だなっていうふうにめちゃくちゃ思うんで、
で、これオーケストラのやつ好きですわ、僕は。綺麗ですね。綺麗ですね。本当なんか綺麗さがより際立つんで、うん、でともちゃんの声が よりもっと際立つんですよね、うん。オーケストラバージョンにすると。まあ周りのうるさい演奏がないですから、ねね、オーケストラやから。ね、うわもうなんかすごいわ。最近ここ本当一番頑張ってほしいのはね、僕ともちゃんですよ。なんか個人的にね、ちょっと応援してるんですよ。僕個人的にはすごい頑張れ頑張れみたいな感じで。ひたむきさがすごい前面に出てますよね。本当人の良さとひたむきさが。ともちゃんって人の悪口絶対言わないって言ってましたね。これあの人の悪口絶対言わないって何かの記事で見ましたよ。ともちゃんは絶対言わない人だ言って、あのひろゆきさん、あそうだ、それで私見たんだわ、うんね、共演して絶対あの人人の悪口言わないんですよ、うん、みたいな。そう、人なんか育ちがいいのがすごい分かる、そうそうそう、育ちがいいんだ、ね、言われてましたからね。だから、まあね、もうめっちゃ頑張ってほしいんですよ、俺も。いや本当にここのところで一番頑張ってほしい人ですね、うん、こうもう一回ちょっとそういう、まあねうん、ちょっと第一線で返り咲いてほしいなっていう人がこの方です。あのどんなご年齢になってもあのピュアな顔って変わらないですね、うん、あの方ね。ちょっと年いってきた顔すさんでくるじゃないですか、いろんなこと経験するんで。僕より年上ですからね。あ、そうなんですか、はい、マジで、はい、なんやなんや、なんか文句あった。それと比べたら汚れきてんな思って私言われて、ドロドロさ、ドロドロや。マジマジわ。あの皆さんコウさんの顔よー見て、トモちゃんの顔見てください。トモちゃんすごく澄んだ顔してるんで。そらおっさんとやな。比べてあげまへんが。いやもういやいや純白ですね。でも顔に似てますよね、うん、本当にこう純粋な人なんやっていう。本当に澄んだ、なんだろう、ほんまに曇り一点ない表情されてるじゃないですか、うんうん、ね、正直でね。いやだから本当にね、ここ最近ねほんま頑張ってほしい人っていうのがもうともちゃんなんで、これをちょっとぜひちょっとこのうちの動画でも、ね、やっときたいなっていうのがあったんですよ。であの引っ張り出してきたんですけど、うんうん、まあこういう風にねキーが戻ってるということで、ちょっと僕は感動しちゃって、ちょっとほんまがあの画面でこう見ながら泣きそうになってたからな。一人で夜中にうわー頑張れみたいになってたから。おじさん、あんまり俺そんな思うことないねんけど、すごくなんか いろいろあったから、まあね、一部始終我々知ってますもんね。そうそうそう、うん、ね、そう全部知ってるわけちゃうけど、ね、まあ、それニュースでしか入ってこえへんけど、それでもなんかこういろいろあったから、ね、頑張ってくれって、うんうんうん、ものすごい思ってて、でまあちょっと、ね、あのうちの動画でも応援したいなと思いつつ引っ張り出してきたんですけどね。はい、ということで、まあ、今後香原朋美さんについてもちょこちょこね、はい、やっていくかなと思っております、はい、ということでこれぐらいして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。なんかねこれ衝撃映像ですよね。大人になってまた好きになったなこの人は。なんでねこの方ね全然変わんないんですかね。変わんないですね、全然変わんないですよね。これは女子の憧れの的だわ。あの体型云々の問題じゃないんですよ、うん、この放ってる空気が変わってないのがすごいなと思って、うん、いろんな経験されて、うん、もうあの可愛い綺麗なともちゃんみたいな。なんかダイエット計画とかもされてますよ、ね、あの YouTube やられてるんでね、あのまたあの YouTube チャンネル概要欄に貼っときますけど、 YouTube ね、 YouTube を、うん、まあ日常的なやつですね。あーなるほどね、料理作ったりとか、うん、うん、とか YouTube をね、もうなんかもうちょっとテーマまとめた方がええかなとは思うんですけど、やっと結構でもまあ10万人いってますもんね。なるほどね。ともちゃんすごいわ。いやでもこっから巻き返しというかなんかすごいわ。もう一回第一線のともちゃんを見てみたいっていうのは非常に思ってますね。
なんか絶対普通にいけると思いますけどね、うん、こんなにもまだオーラ放ってるんだったら、うん、ここまで回復できるのすごいよな、ね、でもそう、あん結構下がってたじゃないですか一時期、そのなんか番組出た時にズドーンとギー下げて、うんうん、下げて歌ってたんで、うん、でそれが今ここまでまた回復されてとか、なんかやっぱりちょっとこう元気なのかちょっと下げててもやっぱり苦しそうだなっていう場面がいっぱいあって、声が出なくてかすれたりとかっていうのがあったんで、あーやっぱりこうブランクがあるとこうなるもんなんかなっていうふうにちょっとこうショックな気持ちで見てたっていうのはもう鮮明に覚えてるんですよ。でもそれでもちゃんと最後まで歌詞を聞いたんですけどね、いやーともちゃんやー思って、これ結婚されてね、ねえ、こっから幸せになってほしいな、ね、いや幸せにほんまになってほしいですよね、もういろんな意味で、そのプライベートもそうやし、そのね歌とかも、うん、なんかそういうまたテレビとか出て、まあそんな ね前世紀みたいにガンガン出んでもいいと思うんですよ、もうだって結婚もされましたし、うんうん、お子さんもいてるんでね、お子さんもいてるんで、ね、でもそのここぞっていう時にこう、うん、どやっていうともちゃんをまた見てみたいんですよ、うんうん、どやってほしいんですよね僕はね、そういうのを見てみたいんですよね。何も基本ね私の持論なんですけど、うん、人生っていいことも悪いこともプラマイゼロになるように作られてるっていうふうに思ってるんで、うん、結構やっぱりこうお若い時がこうまあどちらかというとマイナス要素が多いかなっていうような印象なんですね、うん、まあご本人さん自体はどう思ってらっしゃるのかちょっと定かではないんですけど、うん、でもやっぱりこういろいろね前半戦が苦労した分後半戦はいいように絶対なっていくと思うんで、うん、私自分の母親がそういうタイプなんで、若い時苦労しまくって本当になんかもう人生なんてうえーみたいな感じでしたね、うえーみたいな感じだったんですけど、でも今ね一番楽しいって言ってはりますもんね、60代入って一番楽しいって、よかったやん、娘も親も二人とも一番楽しい時期、そうですそうです、一番楽しいって言ってはりますね、一緒に楽しんだええんちゃう、そうですよ、だから結局ねプラマイゼロなんですよ何事においても、うん、だからもうともちゃんも絶対これからはやっぱりこういいこといっぱい起きるだろうなっていうふうに私はこう外野から見てます僕も見てます、見守ってます、パワー本当に、うん、本当に頑張ってほしいし、頑張りすぎんといてほしいっていうのも逆にあるかな、すごいね純粋な方なんでこう頑張りすぎちゃうところがあるのかなと思うんですよね、大体でいいですよこんなもの、ね、大体でやっていくんですよね、そう適度に適当にっていうね、うん、頑張ってんねんけど、まあ、大体で頑張るっていうね、うん、だってもできるかどうかよな、デビュー当初からもうがむしゃら感すごかったじゃないですか、ともちゃん、何事にも全力投球全力投球っていうね、しゃあないもんな、でもね、出てきてビョーンっていったもんな、うんうん、急上昇したもん、急やもんな、心疲れるわっていうね、離陸角度がちょっともう鋭角すぎたから、もうこういってふわじゃんでガコーンこういった人ってちょっとしんどくなるんですよ、です、ね、絶対に追いつかないですよ、うん、自分の心が例えば10年とか売れへんくて売れた人ってもうここの10年でそういう何でしょう、この10年って精神修行みたいなもんだ、まあそうやと思います、ね、そこで準備できてるんですけど急にボンっていった人ってもう何が何かわからんまま、訳わからんまんまみたいな感じですよ、どう考えても、ね、どうしてもだからその弊害が起きるんですよね、まあこれ僕の意見ですけどね、急に伸びちゃったら急にまた弊害が起きる時期が出てくるんで、環境が急に変わるとどんだけ順応性が高い人でも、うん、やっぱりね、うん、ついてけへんとこってありますよ、うん、絶対、いやでもこれからやと思うわ、ね、うーん、まあねね、すごい頑張っていただき、まあまたちょこちょこ扱おうかな、そうですね、意外と、はい、でもともちゃんほんと好きで実は私ら世代やのに好きって、そうそう、なんか意外やなと思いましたね、ともちゃんは聞いてた、あーなんか好きやって、ともちゃんね、いや、でもいい楽曲もらってるしな、ほんで
そう、いい曲、うん、ほんまいい曲多いですよね、ともちゃんね。なんで、頑張っていただきたいと思います、はい、ということでオフショットでした。ではでは、ありがとうございます。10月